すいません、ミュートにしちゃってたかもすいません、喋ってたのに。今日の近くの本屋さんに行けたからエンタメ買ったよ。ありがとう。エンタメは多分13周年記念の HKT 特集のやつで、どこだっけな、丸善かな、どっか丸善だったかな、は特別のあれがあるんですよね、特典があるんだけど、ね、まだあんのかな、もうないのかな。ぜひアンケート出しました。ありがとう。その内容は結構ボリュームはあるというか、すごくね、読み応え抜群な感じです。ポストカード付きだって。そう、丸善がねポストカードを付いてるっていうことなので、もうないかな、どうだろう。すごくボリュームある感じになっておりまして、結構みんなのアンケートも載ってるし、読み応えあるかなって思います。よし、いい感じに6割メイク、いい感じになってきてます5割かな、5割メイクぐらいかな。あんまりねメイクしたくない。今こんな感じにできました。マスカラをね塗るか問題発生、塗った方がいいかな、やっぱ塗るか。こんな感じです今。待って、ちょっと見えないな、あんまり。こんな感じなんだけど、わからない。一番回答多かった、回答量多かったんじゃない？本当？え、そうかな。私が一番多かったかな。風邪は治ったと思う、多分ね、ほぼ完治かな。こんにちは。私何時からやったかな、3分くれてる。めっちゃタイプ、本当ですか、本当ですか、嬉しい。季節の変わり目を舐めてたよ私は今まで。あんまり季節の変わり目そんな体調崩さないでしょとか、なんかそんな感じで思ってたら、季節の変わり目一番危ない季節の変わり目でもありそう。そんな結構対策っていうか、しっかりご飯食べて寝たりしてたんですけどね、なんか防ぎようのない感じではあります。比較的長文、いや私多分一番、そうね、結構長かったね。やはりめっちゃそういうアンケートとかって結構めっちゃ書くタイプなんですよ。読み応えあると思います読んでくださいぜひ。読み応え結構あるかなって思います。私体調管理しっかりだね。ですね。
ちょっと寒くなってきたからお鍋がね美味しいなって思います。今何度だろう。あ、今18度。20度ないね。今は寒いよね。寒くない？札幌雪降ってるんだって。あ、そうなの？北海道雪降ってるのか、もしかして。日本そんな寒いんだえ、そちらは何度ぐらいなんだ。10度切りそうだって。キャー、すごい、もう寒いね。今日もガチいねって。かわいい、ありがとう、ありがとうございます。前練習しなきゃな。そろそろ終わろう。皆さんありがとう。ルスツリゾート、すごい、雪降ってるところに行きたい今年雪降ってるとこ行きたい。リハ頑張ります。頑張ります。こんにちは。今日は長いな、多分。頑張ろう。じゃあランキング回し。13位コートキさん、12位キムケイさん、11位ソフトテニスさん、10位ひしみらこさん、9位まっちゃん、8位コバコバ、7位ヤクさん、6位てっちゃん、5位ぞうきんさん、4位フォグピグさん、3位タッタンさん、2位ズッキーさん、1位大ちゃん、ありがとうございます。日本酒の品だ確かに日数的に。では、いや北海道とか行きたいなって思うけどね。では行ってきます。リハ頑張ります。今日も一日というか遅いけど夜まで頑張ってきます。